皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヤクシモバイルやっていきましょう。今日の動画ですね、今週の週間プレー情報を見ていきたいと思います。今週に関してはね、トロフィータイタンの新しい選手の追加だったりとか、あとはルーレットプラスの更新、いつも通りストアの更新もあるので、そちらについてお話しできればなと思います。じゃあ早速キャンペーンから見ていきましょう。まずキャンペーン、これめっちゃでかいね。3周年記念トロフィータイタン24選手全員プレゼントと。見ていくと、デルピエロ、シャビ、ジェラード、多分ね、この3人の中から確定ってわけじゃなくて、他の選手もいると思います。大抵118なんでね、スタンダード確定選手と。で、この選手に関しては取引できないんでご注意ください。受け取っていきましょう。とりあえずね、これだけ受け取っていこうかな。見ていきます。さあ、誰が出る ?120 来ないかな。さあ、かっけんだよな、演出が。誰だ、ポーランド、ゴールキーパー、え、これ微妙、もしかして。デューディック。118。まあまあ、こんなもんですね。ぜひ皆さんもね、何当たったかコメントで教えてください。で、キャンペーンはね、以上かな。確かビルドアップミッションのね、この、選手、また変わって、ミッションもね、1からになったんで、これもね、必ずやるようにしましょう。で、次、ストアイベントですね。3周年ドキドキボックスストアということで、これ見ていくと、まずは無料でもらえるやつがあって、あとはドキドキボックス。トロフィータイタンの選手が 2% とか、2%、2%、10%。一応ね、これパックの内容見よっか。お知らせの、多分ね、ストアイベントの方にね、書いてあると思うんで、こっちかな?これだ。これの、ドキドキボックス。どうなんこれ。最低が117か。これ1個いくらって言ってたっけ ?10% のキュンボックス。結構いい値段するよな。1900FV か。うん。まあ、10% 出んのか、トロフィータイタンが。いや、でも微妙だろ、これ。あんましいいパックというか、いいボックスじゃないと思います。で、TP イベントはエリートシルバー追加と。まあ、これもね、いつも通りスルーでいいのかなと思います。メンテナンス協力のお礼と。寂しいね、やっぱルーレット更新のプレゼントがないと。まあ、受け取っていきましょう。報酬はこんな感じ。まあ、進化素材がいっぱい来ましたね。まあ、進化素材にもならねえわ、ここら辺は。113だから、今となっては。じゃあ、ルーレットの更新見ていきましょう。今回は目玉商品、チェルシー特別進化選手パックということで、まあ、これも引かなくていいっすね。うん、出る選手ちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね。123の塩素4芯、119の FL23 鑑定6芯、1186芯。まあ、引かなくていいかなと思います。じゃあ次ね、スターの方見ていきましょう。はい、今回に関してはまず FV の販売はいつも通りあって、ウェルカムスターターパッケージということで、これ2500円で買えます。で、見ていくとね、これ売れない選手ですね、それの5芯、あと6芯とか手に入ります。シャビが118の3芯でしょ。マルディーニが116の5芯と。なんでこれね、買えばもう即スタメンで使える選手多いんで、始めたばかりの方は買っていいのかなと思います。あとは3周年記念特別パッケージミニ1、2、3、4と。これ前とは違うね。めっちゃ安いもんね。50円、70円、200円、480円と。で、これね、FV バージョンもあって、100FV、150、390、950と。まあこれね、買ったんですけど、特別パッケージ。ミニじゃない方ね、この前動画で。あんまし良くなかったから、これはね、個人的にはお勧めしません。で、あとね、これがね、めっちゃ嬉しいね。100% 割引、レコードブレーカー23のスタンダード選手と、116、119選手パック、第4弾。これね、5回限定購入可能で無料で引けます。確率もね、確か結構出るんだよ、119とか、ほら。なんでこれ引きましょう。さあ、119当てれるか 14% いきます。さすがに演出来るはず。ね、さすがに来るよね。さあ、誰だ?ん?ダメじゃない?これ ST。ファルカオこれもしかして。ファルカオめっちゃ来るじゃん。ちょっと待って。これ終わってる引きしてますね。これ終わってる。117だけでしょ。これ終わってますね。で、次が116、119選手パック第4弾、30回限定購入可能と。で、これを10回購入するとベンゼマ確定でもらえますと。まあ、これもスタンダードなんでね。さっきはね、無料パック出るベンゼマと変わんないんで、まあ、これ別に買わなくていいのかなと、個人的には思います。能力見るか。ルーレットか。まあ、これも全然強いね。普通に逆足4あるし。能力は全然強いと思います。で、続いて、トロフィータイタン24。新しい選手追加は、ロナウド選手、今回来ました。125の OBR ですね。能力こんな感じ。
スキブレーザーなんだ。瞬発決定力上がって。まあいいですね、これも。で、スピシンこんな感じ、決定力も高いと。いや、強いな、敏捷性もしっかりあって。逆足5。で、個人技ダブルタッチ。お、活用力アタックコーンになってる。これいいね。特性フィネスシュート。まあこれも絶対強いね、ロナウド。間違いないと思います。で、これに関しては 500FV のパック。これ最大100回購入可能と。で、100回買うと、さっきのロナウド確定でもらえます。なんで5万 FV か。まあ道中ね、これもいつも通り、素材とかね、もらえるんですけど、まあ個人的にはこれもスルーかなと思います。多分120ロナウド持ってる方とかもね、多いと思うんで、それ使ってればね、全然これ使わなくてもいいのかなといった感じです。で、続いて、トロフィータイタン24のロベカル選手ですね。今度これ確定で出るパック出てます。これ 350FV で50回購入可能で、まあ、50回買うと、ロベカル出てくると、122ですね。まあ、ロベカルもね、身長低くて多分使いやすいんで、全然これはね、買ってもいいと思います。結構安いっしょ。350FV が50回だから、17,500FV。まあ、これ安いって言ったら終わりかも。さすがに。しかもこのパックもね、一応その道中でアイテムもらえるんで、全然買ってもいいのかなといった感じです。あとは、120、124、5% ビッグチャンスパックと。まあ、これいつも言うんですけどね、このビッグチャンスはチャンスじゃないんでね、スルーでいいと思います。で、次、マルチクラスパックの3、4、5が来てますね。多分内容はね、今まで来たのと一緒だと思います。うん、確率もそんな変わってないし。で、一応5がね、6,900FV で3回購入可能と。まあ正直これ買うんだったら、この祝3周年パッケージの特大買った方がいいと思うんで、素材も手に入るしね。なんでこっち買うのがね、一番今、ストアで買うのがいいのかなといった感じです。以上が今回のスター更新になってるんですけど、まあ、特に買うべきパックはやっぱこの特大買っとけばいいのかなと思います。ほんと1個買って、買い引き狙ってみるみたいな、そんな感じでいいのかなと、個人的には思います。はい、ということで今回も週刊プレ情報をお話ししていきました。1個ね、キャンペーンでちょっと言い忘れたことがあったんですけど、お知らせのね、3周年記念のね、イベント追加があって、ファウンダーズチャレンジモード、これがね、追加されてます。大量のコインとランクアップ素材をゲットしようということで、来週のメンテ後かな、始まるんですけど、カットにファウンダーズクラスの選手を6人以上含む、これが参加条件となってます。で、対戦していって、勝利時に報酬もらえるといった感じになってます。で、3戦目まで行くと、マスターレジェンド確定と。レジェンド確定でよかったけどな、これ普通に。って思ったけど、まあこれもね、必ずやって、報酬もらうようにしましょう。まあ一応3周年ってことでね、このゲーム今盛り上がるタイミングなんですけど、ちょっといまいちね、なんかそのユーザーが増えてる感覚もないんで、ぜひ皆さんね、周りの方に、ちょっとやってみようって言って、おすすめして。今だったら結構ね、ログインミッションとか、ログインボーナスで選手もらえるんで、やっぱ始めるならね、今のタイミングが一番いいと思うんで、ぜひね、このゲーム一緒に盛り上げられればなと思います。またね、質問があればコメント欄の DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。